はい、どうもルルシュでございます。本日はですね、パツドラの、セイントセイヤコラボの小宇宙行きたいと思います。ちょっとまったりプレイな感じです。参ります。もうダンジョン入っちゃってるんですけど、参りますね。行きます。どうしようかな。よいしょ。これはいったかな。64入りました。はい、バトル2。セントセイヤね、あんまり知らないんですよね。実は多分かなりの名作だと思うんですけどちょっと世代がずれていてまだ見てないんですよね、ちょっとね。ただキャラクターとかを見ててすごいかっこいいなと思うのでね、ちょっと今後見ていこうかなと思ってるんですけども。はい、これサソリ座かな。ハート足りない。ちょっとメトロン使っちゃいました。よいしょよいしょ。あー崩れてる。まあいいや、そこはしょうがない。私はもう相変わらずも火力でご利用ししかできないっていう、本当にね未熟なんですよね。全然まだまだ火力でご利用ししかできないってやばいよね。はい、これは水亀座かな。アクエリオンじゃない、アクエリオンじゃないよ、アクエリオンは違う、アクエリアスだっけ、違うっけ、ごめんなさい、違ったらごめんなさい。なんか呼び方があるよね、なんか特徴的な。これなんだろう、グラビドンって感じ。なんか重力がこう。はい、行きましょう。すいません。なんか変なこと言ってごめんなさい。ちゃんと考えるとね、余計にダメなんだよね、ほんと。その場の空気で行った方がうまくいく人だね。考えると余計混乱しちゃって。これは行ったでしょ。OK。はい、無事にクリアでございます。まあコラボね、コラボ系はゆるくプレイできるから楽しいですよね。初月中です。デスマスク、あ、カニ座私じゃん私だったなんか最初別に無反応だったんだけど、あ、これカニなんだ。なんかカニっぽくない、どこの辺カニなの、これ周りにがあって、ちょっとアニメやっぱり見ようかな、ちゃんとね。黄金星戦闘士でいいのかな、これセイントセイヤって読むのかな。カニ座のデスマスク、デスマスク、へえ、カニ座なんだね。私なんだ、私だった、私カニ座なんでねこれは大牛、あ、これシャカじゃん、シャカ、乙女座のシャカだ。あ、違う、ゲームの方でね、コラボであった、セイントセイヤでね、コラボがあったの。その時シャカも出てたの。シャカはなんかなんとなく分かってます。貯金箱みたい。なんだこれは。金塊もらったよ。これはなんだろう、スキラゲだね。スキラゲだね。トゥー貯金箱来ました。あ、これあれかな、この、ここに書いてあるマークの、かな多分。これは、なんか、杖をもらって、アテナの黄金の杖。これ、スキラゲ素材ですね。多分、この書いてあるマークの星座の人ですね、多分ね。はい。まあ、これ S ランクは、大丈夫でしたね。S ランク、無事 S ランクでございます。平均コンボ 7.8、 クリアターン6、平均リアリティ 7.7、 S ランクでございます。
はい。すいません、まったりプレイだったんですけども、セイントセイヤのね、ちょっとアニメを見てみようかなと、ちょっと思っております。はい。漫画の方がいいのかな？アニメの方がいいか。ちょっと見てみようかなと思っております。はい、ではね、今日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。では次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。私の Twitter、LINE の公式アカウント、LINE ライブのお友達登録もぜひよろしくお願いいたします。動画の概要欄に URL がございますので、ぜひご覧ください。YouTube のチャンネル登録もお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。またねー。